闇の大魔王。闇、やっぱり闇なんですね、これね。はい、皆さんこんにちは、むいけんです。今回ですね、記念すべきゾーマを SS に、したいと思います。パチパチ。念願ですね。10週以上回ったかな。10何週か、究極転生を回ってですね。で、無事、あいつですね、3匹ゲットすることできましたね。名前なんだったっけ？ジェネランじゃなくて、エンペランか。黄色いエンペランっていうやつがね、結構必要なんですけど、今回ね、無事ゲット。2匹ね、20匹倒すと、じゃあ10匹倒すと1匹。で、20匹倒すと2匹。普通にゲットできるんですよ。なので、あそこ行きましたね。究極転生の、左の方のなんちゃらの間っていうのがあるんですけど、あれをね、割と、行きましたね。途中でね、何回か全滅することあったんですけど、300か400ジェムぐらいはね、余分に使っちゃったと思うんですけどね。ってことで、今回ね、ちょっとモンスター見てみましょうか。モンスターなんですけど、今回作るのはこのゾーマね。こいつ。こいつ普通の S ランクのゾーマでレベル80なんですけど、こいつにね、さっきの卵。ゲットした卵を使って、それでね、これですね。このエンペランを2つ使うのと、あとは、魔王の卵っていうのがね、今私使ったことないんですけど、過去にね、3つ取ってたんで、それをね、使って、これもね、なかなか出ないんですよ。魔王の卵っていうのもそもそもがね、あんまり出ないんですけど、それをね、作成したいなと思います。いやー、ほんと楽しみですね。魔王系の SS っていうのは初めてなんですよね。あとね、エンペランはもう一個、そのうち、まあ今日ですよね。今日、行きたいんですけど、行けるかな？今日、究極転生、今日、明日、まあ今週中ですよね。今週中にはもう一個必ず取って、キラーマシン2もね、キラーマジンガーに育ててみたいと思います。はい、というわけで、楽しみですね。やっとこさ、作れますね、これね。というわけで、この、ゾーマをね、ランクを上げていきたいと思います。はい、じゃあ、ポチッと。S ランクなので、これでね。呪文はね、今ちなみになんですけど、呪文何覚えてるのかっつったら、マヒャド、イテツク、波動、ライデイン。ライデインはそのままにしたいな。で、ベホイミあんまいらないかな。イテツク、波動も結構使えますよね。まあ、どうなんだろう。イテツク、波動と、マヒャドはいらないとして、何残そうかな。まあ、ライデインと、イテツク波動かな残して、引き継ぎましょうか。何がおすすめなんですかね。あんまり、そっち系はあんまり詳しく、そっち系っていうか、詳しくないんで、まあ、この辺適当に被ってるやつにしましょうか。ラリフォーマがいっぱいあるんで、ラリフォーマどうせ使わないんでね。はい、じゃあ、二つ目が、卵が、2時頃なんだ、早速。じゃあ、二次頃もね、なかなかレアでね、昔は、ね、出なくて困った時もあったんですけど、150メダル使って変えたりした時もね、あるんですけど、やっとこさ、これが二つ。いやー、この二つっていうのがね、なかなかね、難しかったですね。はい、じゃあ、魔王の卵ね。今まで使ったことなくて溜まってたやつがありますね。いやー、この SS に関してはすごい嬉しいですね。今まで、SS は、5匹ぐらい、5、6匹いるんですけど、ここまで苦労したのはね、ぶっちゃけなかったんで、このエンペラーに関しては、割とね、スムーズにね、取れてたっていうかね、感じだったんで、ちょっと嬉しいっすね。はい、というわけで、今回は、サイコキャノンと闇の波動か。闇の波動といてつく波動。波動をいっぱい覚えるのも、微妙かな。どうなんだろう。どうしようかな。ベホイミはまあいらないか。この二つでいいんですかね。もしダメだったらもう仕方ないんで、諦めるしかないんですけど、闇の波動いてつか、あと、だからサイコキャノンとライディーンで攻撃っていう感じですね。魔法が強いんで、魔法系で行くのがまあ普通になるかなと思うんですけどね。はい、というわけでね、これで SS 作ってみたいと思います。はい、ポチッと。じゃあ SS ですね。1600でできんだ。やったー。ポチッと。
いやーこれゾーマに関してはほんと嬉しい。ねえ、なんか怖い感じですもんね、紫色でね。大魔王が、闇の大魔王。闇なんですね、これね。いやーこれね、持ってるフレンドさんとかもね、何人かいらっしゃるんですけど、ほんと使えるんですよ。で、よくね、使ってたんですけど、これね、今日ね、今日、この後、ハグメーターの鍵を使ってね、早速レベル80に、したいと思います。で、レベル80にし終わったら、今度はあれにしようかな。また究極転生回って、さっきの卵をゲットしに行きたいと思います。ちょっとはね、バトルが楽になるとは思うんでね、こいつゲットできたんで。じゃあ、今回はね、以上です。次はね、こいつ、キラーマシン2を SS にして、物理でね、ご利用しできるように。お、所持が1個足りない。あー、そっかそっか、これがあれか、1個しかないんだ。そうそう、これをね、1個取りに行きたいと思います。いやー、ほんと楽しみですね。今ね、ちなみにパーティーどうしようかな。ゾーマってでも魔法系なんですよね。あんま単体の普通の攻撃っていうのは大したことないんで、まあ魔法系で、パーティーを組み直してね、やったりするのも楽しみですね。はい、というわけでベストメンバーどうしようかな。ベストメンバーが、今んとこね、まあ闘技場とあれと分けてるんですけど、普通のやつがまあ、これでね、究極転生いってるような感じですね。まあ、リーダーは、まあ、デンガー。で、ザオリクと、なんか呪文担当のこいつ。呪文っていうか、デスナとかっていうのが意外とで、究極転生最後に使えるんですよね。で、先日、紹介した、こいつなんだダークサタンか。この黒いやつ。この、あ、押しても意味ないか。このダークサタンに関しては、割とね、究極転生の道では使います。メラゾーマ使っても、前も言いましたけど、消費 MP がね、さほどないので、割とね、燃費がいい。で、この右3匹が燃費がいいんですよね、結構ね。で、こいつは基本防御かな。この、ザオリクできる、使い、魔王、んこいつなんだっけ名前忘れちゃった。名前が出てこない。使い的なやつ。こいつはね、ザオリクと、まあ、普段攻撃しないですね。だ最後の時だけ頑張ってもらうっていうか、ずっと防御なんですけど。ね、お見せするような感じではなかったんでね、そこはね、見せなかったんですけど、割とね、地味な感じで、取得してましたね。はい、というわけで、今回は、SSS。今、スタミナ50溜まってるんでね、この後、使ってやっていきたいなと思います。じゃあ、最後に闘技場だけやっていきましょうか。闘技場なんですけど、もうちょっとでね、ランクが上がるんですよ、7に。で、闘技場バトルで、リーグバトル。今ね、トータルのモミケンとしての経験値がレベルが121。なので、もう、皆さん250とか、220とか、の方がね、フレンドさんとか、初期からやられてる方はそれぐらいなんですけど、僕はね、割とね、毎日コツコツやって、今こんな感じですね。はい、じゃあこれ1試合だけやっていきましょう。ね、闘技場用のメンバーこんな感じです。スピードメインと、三河市メイン。で、あとは攻撃の足止めのデスストーカーと、あとはギガスラか単体か。と、あとザオリクも使えて、なんだっけ、ギガデインか。ギガデインも使える、あ、ギラか。ギガデインじゃない、ギラなんだったっけ。ギラなんとかですよね。ベギラバか。ベギラゴンだ、ベギラゴン。ベギラゴンが使えるメンバーが一匹ですね。はい、というわけで、この一試合だけちょっと見てみましょうかね。これはちょっとゾーマとは別なんですけど、ゾーマ入れてね、早速行きたかったんですけど、まあ次回行こう。ちょっとレベルをね、上げてから行きたいなと思います。お。はい、じゃあ、最初はピオリムでスピード。やっぱね、スピードがすごい大事なんですよね。で、相手見ると、バラバラかな魔法と、炎と。だからタップダンスはあんま意味ないんで、シャイニングコールにしましょう。で、これはランドインパクト。これの足止めがね、割といいんですよね。火力高いし。で、これ行こう。向こうだけど行こう。吸収があるのか。よし、じゃあこれで行きましょう。まあ、特に相手の特徴もないって感じなんで、
な感じで、おせおせで。もうスピード勝負で、あーっと真ん中落としたかったですね。死んじゃった。はい、じゃあ、ピオリムで、アップダンスにしましょう、今度。で、ザオリクで、レンガーはザオリクでいいや。で、これで生き返るんで、これでちょっと安泰で、オッケーオッケー。よしよし、3ターン目で終わりと。はい、じゃあまあ、まあこんな感じですね。はい、じゃあ、ピオリムがね、ほんと大事なんですよね。今のはね、コンピューターのデータと戦ったみたいな感じなんですけど、通信バトル、ね、みんなでバトルでは、割とね、ピオリム2回入れるのがね、なんか、入れないとね、なかなか、スピード負けしちゃうんで、そんな感じですね。はい、じゃあ、今回ね、SS にしたのがメインでした。次回はね、キラマシン2を編成し終わって、で、パーティー連れて、新しいパーティー作るところに行こうかな。で、その後どうしようかな。まあまあ、そんな感じでね、コツコツとやっていきたいと思います。ベストメンバー作って、バトルかな。通信バトルにしましょうかね、次回はね。楽しみですね。どんどんね、ガチャして育成して、育成でも頑張って、で、次バトルでも頑張ってて、どんどんね、次の、ステージにね、どんどん行ってる感じがしてね、非常に楽しいです。ドラクエスーパーライターね。そうですね。結構やっぱり、こうやって YouTube 実況をやってる人は、モンストがね、ほとんど、パズドラとかね。多くてね、スーパーライトって、配信してる人ほんと少ないなと思ってね、最初はね。どうしてなんだろうと思って、やっぱり取っかかりの部分っていうのはね、ま、最初に説明しましたけどね。つかみにくかったんですけど、ちょっとハードルを超えるっていうかね、ると、この素晴らしいステージっていうか、もうワクワクするステージを待ってて、やっぱり、やってる人はね、既存のドラクエもともと好きな人がね、割と多かったりするんで、そういう人がね、まあ、そういう人同士でね、もうコミュニティになってる感じがするんで、上の方で、ね。そのライナマとか見てたりする人はもう、レベルがすごい高かったですよね。一応、数をとっても。そんな感じで上のコミュニティになってるんで、どんどん、まあ、そっち系にね、そっちの200ぐらいの人たちに、楽しめるように、どんどんそっちに入っていきたいなと思いますけど。まだまだ僕はね、なかなか、アマルギでしたっけ？四天王のやつとか来ても倒せなかったんで。ゾーマとかね、あとはその、キラーマジンガーとかね、その辺を引っ提げて、今度あいつらをね、倒していきたいなって、こういうワクワク感もね、やってない人はね、ちょっとね、ここに行くのはなかなかなんですけど、まあそういったコミュニティにね、最初の人たちは入れるように、こう、やっていくステップっていうのがね、あれば面白いかなと思ってね、それ促進したいなと思ってるんですよね。はい、ではちょっとね、話長くなっちゃいましたけどね、はい、今日はね、SS、誕生おめでとうってことでね、今後ね、頑張っていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼しまーす。